ソフトバンク先輩のレドミノート90でも SIM ロック解除すれば問題なく楽天モバイル、楽天回線が使えました。はい、ズキです。それでは2月26日にソフトバンク専売で国内発売が開始された2万円のお財布携帯付き 5G スマートフォン、シャオミのレドミノート90の検証編に入っていきたいと思いますが、私の方ではこれまでにレドミノート90のグローバル版を開封し、先に国内発売されていた姉妹機 4G の SIM フリースマートフォンレドミ90と比較して、その違いを確認しつつ、レドミノート90がどんなスマートフォンなのかチェックした開封編、そしてレドミノート90の国内発売前日2月25日に au から発売された3万円の防塵防水お財布携帯付き 5G スマートフォン Galaxy A32 5G を開封しての比較、そして前回の国内版レドミノート90の開封編と都合3本の実機レビュー動画を出させていただいておりますが、特に前回の動画ではソフトバンク専売ということで諦めていた他の通信会社を利用している方に向け、諦めるのはまだ早いということで、ソフトバンクとの回線契約なしで端末のみ購入する方法をお知らせしました。結構反響いただいてまして、知らなかったという方が多かったですね。ただ前回の動画内でも触れましたが、ソフトバンクのショップ側による在庫隠しといいますか、端末のみ購入を伝えた途端、それまであると言われていた在庫がもう一度調べ直したらありませんでしたと回答されたというような話が SNS 上で話題になっていました。私は問題なく2台端末のみ購入できているので、実際には在庫隠しというのには遭遇していませんが、このあたりのガイドラインをおかみからではなく企業側自ら発信してほしいと感じます。私がなぜ2台買ったかというと、2台売ってくれるのか確認したかったからというのもあるんですが、1台は視聴者様向けプレゼント用にしています。前回の動画で応募方法などをお知らせしていますので、ご存知なかった方やまだ応募されていない方は気軽にご応募ください。ソフトバンクと回線契約して購入したいという方は、ショップ、実店舗や公式オンラインではなく、MNP だけでなく新規でも一括1円購入可能なスマホ乗り換え .com さんがおすすめです。ソフトバンクではメリハリプランという高額プランでないと MNP で端末1円にできませんが、乗り換え .com さんであれば新規でも、またプランについてはどちらのプランでも一括1円もしくは2万円のキャッシュバック、さらには最大1万2000分の通信費用割引が受けられます。機種変更の方も5000円のキャッシュバックがありますので、気になる方は動画説明欄リンクより公式ホームページをご確認ください。それでは検証編やっていきましょう。こちら昨年の人気モデルレドミノート 9S との具体的な比較に入っていきたいと思いますが、今回はその前にお知らせした端末単体購入で実際に他社の通信は使えますかというご質問を多くいただいたので、ソフトバンク、au、ドコモ、そして楽天モバイルの SIM を実際に挿して通信通話チェックをしたいと思います。前回の動画でも一応フルバンド対応していますよとお伝えしましたが、実際のところ使えるのかの検証です。まずソフトバンクについては使えるのが当たり前でしょうと思われる方も多いと思いますが、こちらの動画で触れたようにソフトバンクには幾種類もの SIM が存在していて、互換性がないケースもあります。レドミノート90用のソフトバンク SIM はナノ uSIM の型番 ZTW-DC1 となりますので、ご自身の SIM の型番をご確認ください。私はこちら Pixel 4a で使っているソフトバンクの SIM をレドミノート90に挿してみたいと思います。 SIM を取り出して、はい、ちょっと見にくいかもしれませんがソフトバンクの SIM ですね。レドミノート90の1枚潰されてシングルとなっている SIM トレイに載せます。はい、電源オンして、はい、問題なくソフトバンクという通信会社名が出ていますね。ネットワークセルインフォで確認すると、はい、 LTE ソフトバンクバンド1となっています。スピードテストではスタート、はい、計測しているのが深夜ということもあり、ダウンロードについてはなかなかのスピードとなっています。なお発信着信についても問題なくできました。続いて au についてはこちら OPPO Find X2 Pro に挿している SIM を使ってみます。で、前回の動画でソフトバンクの場合 SIM ロック解除後、他キャリアの SIM を挿して SIM ロックの解除コードを入力する必要があるとお伝えしましたが、やはりこの回線を伴わない端末のみ一括購入したものも解除コードが必要でした。こちらのレドミノート90についてはすでに解除コード入力済みとなりますが、もし端末のみ購入される方は SIM ロック解除とともに解除コードの発行を忘れずにお願いしましょう。また発売直後にシステムアップデートも降りてきていて、
SIM ロック解除後の動作改善という項目もありますので、必ずアップデートしてから SIM を挿すようにしましょう。 SIM を取り出して、はい、 AU のロゴが入っています。隣が黒くなってしまっているシングル SIM トレイに乗せて電源オン。はい、こちらも特に設定することなく、 SIM を挿して電源を入れただけで AU と表示されるようになりました。念のため APN 設定を確認すると 5G ネットに自動的につながっています。 APN を確認しようとすると、はい、ロックされていると表示されます。ネットワークセルインフォでは LTE AU バンド1と表示されています。スピードテストではスタート、はい、AU の回線でもダウンロードで 100Mbps を超えてきました。電話の発着信についても、はい、問題なくできています。ドコモはアクオスセンス 5G に挿している SIM を使います。はい、ドコモのロゴが確認できます。魔改造されてしまった Redmi Note 9T のシングル SIM トレイに乗せて、電源オン。はい、ドコモは通信サービスがありませんと表示されています。 APN 設定を見ていきましょう。ビッグローブタイプ D や OCN モバイル1、 B モバイルなど各種 MVNO の APN が用意されていますが、下段に SP モードとあるので、ここにチェックを入れると、はい、 NTT ドコモの表示とともにドコモのネットワークにつながったよというメッセージが届きました。ネットワークセルインフォで確認すると、はい、NTT ドコモバンド3となっています。スピードテストではスタート、はい、こちらもまずまずのスピードとなっています。電話の発着信についても、はい、問題なくできています。それではドコモの 4G SIM ではどうでしょうか。アクオスセンス4で使っている SIM を Redmi Note 9T に挿してみたいと思います。はい、ドコモのロゴです。ソフトバンクの手により電源オンして、はい、先ほどドコモの 5G SIM で設定したためか、 4G SIM は挿しただけでドコモのネットワークを掴んでいます。ネットワークセルインフォでは、はい、先ほどと同じですね、 LTE ドコモバンド3を掴んでいます。スピードテストでは、はい、こちらもまずまずの結果と言えます。最後に現在 Xperia Pro に挿して使っている楽天モバイルの SIM で検証します。例のやつに乗せて、最後はまだ SIM ロック解除してないこちらのプレゼント用の Redmi Note 9T に挿してみたいと思います。電源オンすると、はい、ロック解除と表示されましたが、ここで発行された解除キーを入力します。入力を終えてロック解除、はい、これで問題なくソフトバンク以外の通信会社が使えるようになります。ただ、はい、緊急通信のみということで楽天モバイル回線にはつながっていません。 APN 設定を見てみると、楽天 .jp があるので、ここにチェックを入れます。先ほどのドコモ回線同様再起動してみます。はい、再起動しましたが、残念ながら楽天回線はつかめないでいます。本日 Twitter 等でいろいろとご質問いただいたので、すでにご紹介していますが、これまでやってきた通り、楽天回線を有効にするにはボルテを有効にしなければ使えません。こちらの Redmi Note 9T はすでに楽天回線を使えるようにしていますが、同じモバイルネットワーク設定を比較してみると、楽天回線が使える端末の方にはボルテを使用のオンオフ切り替えができるようになっています。この項目を出すには、電話アプリで米シャープ86583シャープ米シャープ米、このように打つ必要があります。はい、先ほどまでなかったボルテを使用のオンオフ切り替えができるようになりました。ボルテをオンにして再起動すると、はい、楽天と表示されるようになりました。ネットワークセルインフォでチェックすると、はい、しっかり LTE 楽天バンド3を掴んでいるのがわかります。スピードテストでは、はい、楽天モバイル回線もまずまずの結果となりました。ボルテを使用の項目を表示させオンにしても、なかなか楽天モバイル回線をつかまないという方は、 APN 設定で既存のロックされた APN ではなくて、楽天モバイルホームページにある APN を参考に新たに APN 設定すればつながると思います。
テザリングについても、はい、問題なく使えます。はい、テザリングでのスピードもまずまずですね。通話の発着信については楽天リンクがない状態でもはい、可能ですし、もちろん楽天リンク経由でも発着信できました。ただ今回の検証はどっぷり楽天回線エリアで行っていることだけご了承ください。はい、ということで今回はソフトバンク専売のレドミノート9Tを SIM ロック解除して各キャリアの SIM を挿したらどうなるのかを検証しました。私は大都会に住んでいるので計5回線検証しても2つのバンドしか掴まなかったのがいたしかゆしといったところですが、おそらくエリアによってその他の対応バンドも問題なく掴んでくれることと思います。 SIM ロック解除後の端末で自分が契約している通信会社の SIM を使う上でのご参考になれば幸いです。さて、楽天モバイルですが1年間無料で利用できる限度契約数300万回線に間もなく到達するようです。つながりにくいというエリアもまだあるようですが、私の生活圏では全く問題なく使えていて重宝しています。1年間の無料期間終了後も1回線目は 1GB まで0円、つまり月額費用がかからず、通話も楽天リンクアプリを使えば無料でできてしまいますので、まだ契約していないという方はとりあえずでもご契約されることをお勧めします。詳しくは動画説明欄リンクより公式ホームページをチェックしてみてください。それでは引き続き比較検証をやっていきたいと思いますが、 Twitter や Instagram では先行して情報発信していますので、気になる方はこちらもチェックしてみてください。この動画がご覧いただいた方のスマートフォンライフを豊かにする一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。